ですね。それにしよう。ラザニアとパニーニが人気なんだ。あ、でもなんかこれ選べるよ。生ハム。あと、ビクトリコラ。あ、悩ましい。パニーニとこっちはどう違うんですか？あ、これはプレート。二点盛りプレートってこと。二点盛りです。これはこれだけってこと。はい。なるほど。じゃあ文具屋は今はもうないけど、富屋っていう会社自体が経営してる惣菜屋さんってこと？まだ違うんですか？うちのオーナーがこの看板気に入って名前を引き継いだだけなんです。あ、なるほど。はい、じゃあやってきました。美味しそう。美味しそう。みずきちゃんめちゃめちゃ喜んでます。これは何？パニーニとエビリと、ルッコラのパニーニとあとラザニア。ラザニアね。これラザニア。いい香り。ね、いいね。で私のがこのエビとルッコラのパニーニ。そう。ね、一緒じゃない？だよね。だよね。でめっちゃいいじゃん。前菜がもうめちゃめちゃ。前菜がやばいなこれ。めちゃめちゃ美味しそう。からのスープ。ね、スープね、スープもあります。来ました。イタリアン料理をこれから食べたいと思います。いいね、ランチいいね、安いし ね、ここだけついて。そう、そうね、いいね。いただきたいと思います。じゃあラザニアを。踊るやん。めっちゃトマトのさ、優しい味が。あ、ほんまに、すごい。いいね。いいね。幸せ。幸せ。よかった。踊っちゃったもん。エビからのみたいな。いただきます。チーズが飲める。何の人か分からない。チーズが飲める。へぇ、出来たてだもんね。プリプリエビ、マジでうまい。うん、めっちゃ美味しい。あったかいね。まだ出来たてだし、うんうんうん、ちょっとはパリパリで、でも、なんだろ、中の生地が結構柔らかい感じ。どう？あ、卵、これ、これ卵だった。え、これ卵、これあれじゃない、牛肉じゃない。あれちゃうやん。まあ、謝ってじゃん、こう話し、牛肉じゃない、卵、牛肉だ。でも卵もない。卵と牛肉が入ってる感じ。あ、確かに。サンライズというお店、なんか世界に一つのドリンクが楽しめるって書いてある。あ、ほんとじゃん。え、なにこれ、携帯の画像がってこと。すごくない。え、すごい。え、めっちゃよくない。これしようよ。これやろう、これやろう、うん、めっちゃおしゃれ。え、いいね。へぇ、ドリンクに好きな写真や画像がプリントできるって書いてある。岡山初登場だって。めっちゃいいじゃん。どれがおすすめですか？もうよく出るのはバナナビューとか、もうこのチョコミルクキャラメルラテ。なんで？私さ、この前、あ、この前とか言ってたっけ？このいちごミルクがめっちゃ好きなんだけど。いちごミルク、へー、こちらだったらプラス250円で、あの、これもプリントできるんでしょ。へー、美味しそう。飲み物の上っていうか、飲み物の、そうです、そうです、蓋にシールってこと。蓋じゃなくて、もう飲み物の上にクリームが、どうやってできるの、すごいプリントなんで、うん、まさにインスタ映えしそうな。
後で注文して中に入って、あーかわいい、ソルさんいるね。はい、これをね、見るんだって。なるほどね、 LINE で友達を、そうじゃあやろうか。すごくね、クオリティ、うわー、かまぺこインスタグラムやってますので、よかったらフォローお願いしますっていう感じで、こちらのね、かわいいミントができるという、これ700円です。めっちゃ安いね、もっと高いと思ってね。確かに ね、ありがとうございます。じゃあ後で飲みたいと思います。じゃーん、ということで、ダンライズさんでバナナジュースとスピチューブのクッキーが出来上がりました。はい、ということで私たちクッキーを作りました。え、すごいね、家族写真のクッキーとスピチューブのクッキーでーす。こちら、あの私のね、この持ってるスピチューブのクッキーは、1名様にプレゼント企画しようと思っていますので、イエーイ、応募する、応募してここ当たったらウケるよなそしたら写真送れます。やだということで、楽しみにしていてください。はい、ということで、はい、宝冠町にまた私をやってきておりまして、はい、今日は岡山劇団スカットの綿谷瑞希ちゃんに、一緒にぶらり旅をしてもらおうと思って、はい、楽しみにしてきました。同い年の友達なんで、さっきね、まさかの飲む大先生が走ってきた正面からびっくりしたね、びっくりしたよ、全速力でしかも探しとったよって、そうえみたいな。ということで SGSG の飲む大先生です。イエーイ、こんなとこで会えるなんてみたいな感じに、はい、あのめっちゃ走って探しました。いや、めっちゃびっくりした。本当にこの界隈結構ぶらついてるっていう話を聞いてたんで、いや、そうまさかのね。ああ、なんで、あのもう本当宝冠町のもうプロみたいなもんなんでね、スタリストです。そう、野本先生にちょっといろいろ聞きながら、私たちもちょっと一緒に行こうかなと思うんですけど、いいですかね。はい、大丈夫です。はい、お願いします。イエーイ、見ました。イエーイ、じゃあパートただの宝冠町ぶらり旅パート2です。イエーイ、あのここあのよく食べに行くお店で、これは何が食べれるんですか。一応ね、まあ、いわゆる洋食屋さんですね。へぇ、唐揚げとかね、美味しそう。美味しいです、ね、お昼に空いてるんだ。はい、2時半までもんね、はい、あの結構ね、量が半端、このこのね、いいですよ、量がね、異常ですよ、すごい。ビーフンと唐揚げと、あ、でもこれ9セットまだ甘いわ。あ、これ A セットね、カレーとビーフンと餃子。イエーイ、すごい。なのに1100円ってめっちゃ少ない、安いですよ、うん、ビーフンにライスでお好み焼き定食的なノリですよ。なるほどね。いや、普通に、ね、米粉に米みたいな、とんかつ定食とかでも850円です。めっちゃ安いな、うん、この B 食ね。そう、ここが私の友達のみほちゃんが、イカユースピチューブにも出てくれたんだけど、ミネルヴァの袋っていう映画を今実施制作映画岡山で作ってて、今度24日にここで試写会をね、そうする。重さやすげえセルフブラリ感ある。道具、あの鍋とかね、缶とか、壺とか売ってます。この大衆食堂っていう、もうね、これがよくね、もうこれがまずいいよね。そうね、絶対好きじゃろ。いいです、ね、ここめっちゃ気になっとって、ぜひ焼き飯を食べてください。え、そうなんですか。焼き飯がおすすめです。へえ、さすが飲む大先生、さすが。あ、ここはあたりさん、あの布を買うというマジですね。本当になんか2、3ヶ月で10万円くらい飲んじゃって、え、そうなん
なん？東大とか衣装作るから。なるほどね。劇団で衣装をね、この手芸天木さんでね。半端なく多くて。あ、なるほど。あ、そこね、ここね。イタリアね。さっき食べた、うん。美味しかったね。ここ美味しかったね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。ここがこの前ついた宝冠城の看板です。看板って街灯ですね。そう、ここ明るくなるんだよ夜。そう、その横が SGSG さんでドムタイ先生が。あーすごーい。いやいやいや、見えとる。先生、お店お店って。すごい。今猫のシャツを、はい、あのチャリティー T シャツなんですよ。あの岡山にゃんとかしたいっていう、へあの地域猫、猫の不妊とか避妊手術を野良猫のねをするための NPO で。なるほど、うん、でそのここのデザインしたオリジナル猫ちゃんの T シャツを買うとですね、オリジナル猫ちゃんの T シャツを買うと、この売上金の一部がこの NPO に寄付されるという。あ、なるほど、ね、そういうこれでお買い物とか言ってね、うん、あのキャットフードとか買うとめちゃめちゃ猫のためになるんですよ。そうね、いいですね。まず岡山 JK ノートっていうのがありまして、はい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 、あの学校の枠を超えた高校生が、うんうんうん、いろんなイベント企画したりとかボランティアしたりとか、うんうんうん、自分たちのやりたいことを思いっきり学校の枠にとらわれずに、できるかというようなことで。なるほど、はい、わ、かわいい。なんかもうアイドルって感じじゃない。でね、今これたまたま女の子ばっかり写ってますけど、JK ってこれ女子高生じゃないんですよ。おお、ジャスト高校、たまにたまに書いてるんですけど、ジャスト高校生、ジャストの、はい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 、ちょうど高校生って意味で、男の子もたくさんいてですね。なるほど。男女比ちょうど半々ぐらいですよ。半分が男子になりました。そうなんじゃ、男の子もいるんじゃない。そうなんです。まあね、あの食品ロスのことを考えるイベントをしたりとか、自分のオリジナルの歌作ったりとか、そんなのしてます。ここ入りたいってなった子はどうやったら入れるんです？そうですね、誰でも入れるんですか？はい、あの毎週木曜日の、夕方からやってます、ミーティングやってますので、そこにフラッと立ち寄っていただければ。お、どなたでも高校生、誰でも高校生来れますみたいな。変わりますよ、急にフラッと入ってくる。いるんだ、はい、なるほどね。じゃあぜひジャスト高校生はね。スタッフのミリちゃんです。ミリちゃん、ミリちゃんです。さっき一緒に走ってた僕 の, あのランの先生です。そう、めっちゃ、はい、めっちゃすげえイケメン好きだな。さっき普通にフルマラソン走る人ですから。すごい。岡山マラソン4回と大阪マラソンも完走してます。やば。走りながら歌う番組とかどうですか？ちょっとそれはどうかな、推奨はしたくないですね。歌のね、講師ですから ね, ね、そうなんですよ。はい、というところでね、いろんな活動をされてて、まあ、宝冠町でももう名の知れたスーパー宝冠町スター野武大先生でした。ありがとうございました。野武大先生はね、もうね、出会って結構長いんですよ。あ、ですよね。ね、なんかあのこの方多分6、7年ぐらいになるんじゃないかな、ぐらい6年ぐらいになるんじゃないかな、ぐらい。ラジオ番組ですね。そう、の真中でっていう、私がやってるのラジオに出ていただいたことがきっかけで、ね、だから結構長いですよね。うん、だからあんた SGSG がまだやってなかった、ね、そう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 ぐらいの時だった、うん、まだそうだ、まだこれできてなかった、できてなかったですもん、ね、岡田さんじゃないですか。あ、岡田さんですか。岡田さん、岡田さん、初めまして。あのいつも情報をツイッターで見ていただきます。ほぼ住んでますからね。そう、まあ、住んでる、ね、私はここからこういろいろ情報をツイッターで得て、いろいろピックアップさせていただいております。お世話になってます、ありがとうございます。で、YouTube もいろいろね、こう教えてもらったりとか、リツイートもしてくださったりとか、本当にありがたくって、ね、本当よろしくお願いします。今後ともネタに困ったらまず
そうそうそう、お母さんのツイート、ね、はいはい、なんかなんだろう、まあ、全然ビビたるもんですけど協力できることがあれば、はいはいはい、また動画全然撮らせていただいて、はい、ということで水木ちゃんありがとう、いえいえ、楽しかった楽しかったね、なんかすごいいろんな人に出てきたな、本当にすごい、めちゃめちゃ野上先生走ってきたかと思ったらもういろんな走ってくるってすごいよ、 そっからがすごかったよ、正面から走ってきた後がやばかった、岡田さんにもお会いできたし、すごい充実した、ね、宝冠町ぶらり旅になりましたし、また来たいね、うん、来たいね、しかも見て店に行ってくれてる情報もすごい教えてもらって、うん、よかったと思ったしね、なんかあそこのね、いろんな店はちょっと単発行きたいなっていうところもあるんで、うん、また行きたいと思います、はい、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、かなとみずきでした、イエーイ、岡山劇団スカットもよろしくお願いします、スタンプ出ました、イエーイサバの煮付けと、はい、イカの足、うん、サバンスピチューブ始めました、こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。